日本語。日本語、日本語、日本語、ね、あ、じゃあ歌さ、パパに操作させて、させてあげて。で、容姿はどこにしますか。容姿ね、これこ、ここの方向キー。あ、こっち左か。男の方がいい。うん、左。どうしようかな。普通の、普通のじゃないけど、日本人っぽいのにしようかな。はい。で、そこを名前にし。名前どうする。じゃあ、また歌一郎にしよう。これ取れてる。ん、あ、いいか。うん、音取ってるよ。第一。ロウ。あ、こっち、あ、まあいいや。う。プラスオーダー。オッケー。決定。オッケー。ね、あれ。あ、ごめん、やめて、やめて、髪型の設定とか。ちょっと待ってね、これ。消したかった。やった方がいい髪型の設定とか。ん？あ、髪型ね。うん。高校期。髪をどうしようかな。A。A ボタン押してみる。あ、A 押さないとこれ。あ、あ、これ何？男女関わらずこういう髪型はいろんなのができるのか。うん。こういうのもありなんだ。ありだよ。オールバック。かき上げボブ、ポニーテール、かわいい。顔がさ、これ男でも女でもいけるような顔してるね。うん。コーンローブ、変な髪型。ポンパドールって何。おう、オールバックとは違うんだ。うん。ベリーショート、美味しそうじゃない。え、美味しそう。うん、何美味しそうって。怖っ。え、ショートケーキと、ショートケーキみたいなこと考えてた。そういうこと。マッシュルームだって。マッシュルームも面白いな。うん。ダブルバン。え、ドレッドか。これやだ、これやだ、これやだ。アシンメトリー。これかっこいい。かっこいい、これ。うん、かっこいい。じゃあこれにする。これ後からでも変えられる、ね、変えられる、うん、あ、ちょっと次こっち、こっち側色なんだよ。色はどうする。色ね、ゴールド、ダークブラウン、できるだけ綺麗な色にした方がいい。プラチナブラウン、ワインレッド、グリーンか、グリーンもいいかも。ピンク、かわいい。すでに男の子な気がするんだけど。デッドやだ、デッドやだ。これはダメ。ダメ。カーデット、シルバー、シルバーいいな。シルバーいい。シルバー、これホワイトアッシュってるの感じ。ああ、かわいいね。ちょっと全部見る。グリーンアッシュ、ダークデニム、デニムかわいい。ダークデニムかな。え、これ、うん、ダークデニムやってる。ちょっとこのデニムもやってみて、かわいい。うん、ライトもあるよ。ライトはやめといた方がいい。さっきなんか、なんだっけ、シルバーがいいって言ってたっけ。あんまりだけど、これはこれでなんか、おじいさんがふ、なんかおじいさんみたい。おじいさんが頭をぶちどくなせる。ブロンド足、めちゃくちゃひどいこと言うな。え、デニムがいいと思う。じゃあいいよ、デニム。はい、これで、決定で、決定はこれか、クロス、はい、はい、OK で、次、容姿、次は、見た目の設定。見た目ね。いや、それわかるから、もうで、それはそれもさっきみたいに動かして、うん、あれ、あ、これちょっと下、目の形、目か、目の形、目は結構変わるね。ああ、これはどうな、ああ、これにしようかな。うん、じゃあ次、これカラコン、カラコン、ああ、グレーじゃね。
グレーかブルーだね。ブラックもいい。ブラックもいいね。イエロー、パープル。全部似合う。全部似合う。赤もある。ホワイト怖い。俺好きだけど。これ可愛いじゃん。ライトブルーいいかもね。うん。ライトブルー良くない？ライトブルーにするか。うん。いい A、押して、OK。足、これなんだ？ああ、ああまつげ？まつげだね。ああ。これはまつげなしの方がいいんじゃないの？男の子だし。うん。ああ、なしっていうのもあるの？うん。なしでもいい。一番下、一番上。最初の。これ？これ。うん。じゃあ、これは？あ、これは。これも色か。色だね。これはブラックでいいか。これはブラックでいいかな。これは。あ、これは。まつげの大きさ。まつげの大きさ。困っちゃった感じ、ね。うん。なんか、いろいろできすぎて大変。うん。ゲジゲジだね。ゲジゲジ。太。芸能人の誰かさんみたいな。どれ？どこや、うん、なんか平安貴族みたい。ちょっと一番上から行ってくれる？もうキリがないけど、それが一番いいんじゃない？これは？これは？これ？ああ、遅い。どうしようかな。これこの辺りにしようかな。うん、じゃあ次、A ボタン押していけ、うん。これもいいね。唇。あ、それもやめた方がいいよ。これは、うん。4やって。あ、これかわいい。これかわいい。一番がいいじゃない。これでいい？うん。これでいい。それなしに。やめといた方がいいよ、それ。モールって何？ああ。ほくろか。ほくろとか。ほくろね。いらな。別になくてもいいか。ほくろっている。ほくろは2つまでか。ああ。そばかす。そばかす。なしでもいいかな。はい、で。プラスボタン。え？オッケー。それでオッケーね。あ、元に戻っちゃったのか。ん？あ、はい。はい。あれ？え？これでいい？この顔で。いいよ。これで始める。これで始めます。はい、始める。グレープアカデミー、うん、次へ。次へ。グレープアカデミーっていうのに入るの？うん。このゲームはお任せレポートといってレポート中と表示、うん、オートセーブ。うん、オートセーブ。オートセーブされるのね。うん。でも、レポートでどこも押さなきゃダメだよ。シリーズ、シリーズ。一人一人の個性を大切に未来を切り開く。これどうでもいい。演出だから飛ばせない。うん、変な顔。ん、あ、これ押さないと次行かないの。さあ君もポケットモンスターの世界へ。アニモだ。これは仲間なんだよね。うん、仲間。クラベル校長。クラベル、クラベル、クラベル、クラベルなの。それかかってんのそれ。知らない。たくさんの自然豊かな土地が広がるパルデア地方。ここパルデアの方は何て言うの？ん？真ん中の。真ん中？うん、この真ん中の。ここにはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物が数多く暮らしています。かわいい、パモだ。え？なんて言うの？パモっていうポケモン。パモ、
間違ってた。ポケモンたちは海や空、町の中至る所に住んでいて、私たち人間は彼らと助け合い生活しています。グレープアカデミーでは、うん、何、知ってる人、知ってる人、そんなポケモンのことをもっと深く知るために、いろんな地方から人が集まり、みんなで学び合ったり、ポケモントレーナーとしてポケモンを戦わせ、共に成長したり、さまざまな授業内容で生徒の可能性を引き出します。ここは仲間とポケモンと新しい自分に出会える場所。グレープアカデミーへの入学を心よりお待ちしています。これ何、学校の紹介ビデオみたいなイメージなのかな、わかんない。あ、ミダイドン、うん、ミダイドン、おお、ケーブル引っ張んないで、ケーブル引っ張んないで、ね、ミダイドンの視点、あ、あ、ケンタウス、うん、お前ストレーナー乗せれる気そんなないかもしれない。ケンタロスの群れ、ドキー、グレープアカデミー、ケンタロスじゃないや、え、この今飛んでるのはなんだっけ、ミライドン、ミライドン、力がなくなってしまった、しまった。ちょっとそこに見て。うん？プレイ。うん？うん？あ、ここパパの家。あ。はい、操作方法を説明します。操作方法を説明します。ちょっとかして。うん？貸しちゃダメ。それだと一方的にやることになるから。はい。何を押してって言って。ここ。まずここことかやっちゃダメ。まず方向キー左、あ、そこはあの演出だから無理、ここは触れないよね、うん、うん、おい、男の子じゃんかよ、はい、エルスティックで立ち上がり、はい、立ち上がり、エル、ここ、ここ、え、あれ、うん、これ、うん、エル、これがエルなのね、エル、それで、これで動く、うん、うん、方向キー、方向キーでね、で、むにゃ、走れねえんだ、ポケモンのシールを貼った自分だけのクローゼット。とりあえず1階に降りてみて。え？なんでここ探索しないのこれ？うん、しなくても大丈夫。なんで？意味ない。え、これさ、あのカメラ、あ、カメラはこっちか。うん。あ、この B、 B を押すとなんか変な体勢してできるけど、え？あのなんか今できない。今はできないの。だからそれさ、もうチュートリアルがやっぱりこれ。あれカメラ移動できあんまりなんか自由度があんまりないか。あれ。むちゃーむちゃー、今のもポケモンなの、ポケモン、てかポケモンしかいないのか動物は。いや、そっちじゃない、え、そっちじゃない、こっち、タイトル、ジュースになる前、フレッシュな感じがする、何ジュースになる前何それ、この絵画、え、絵画の名前、あ、絵画か、あ、絵画ね、なんかあの段ボールに書いてあったのかと思った、ケンタロスの絵が書いてある、むちゃーりー、むちゃーりー、そんな泣き声あんの。よし、あれ、あそこに行って、え、あそこにババアがいるから、ババアって言う、ババアって言うなよ。おはよう、歌一郎、あ、男だったんだ、そうだよ、あら、もう制服着てるんだ、今日から新しい学校だもんね、ママもとっても楽しみ、でも行ってきますにはちょっと気が早いみたい、そうなの、うん、学校から連絡があって、もう少し家で待っててください、もう少し家で待っててくださいだって、入学に必要な大切なものがまだ届いてなかったらしい、物じゃない、あら、ちょうど来たんじゃない、歌一郎出てちょうだい、やだ、え、やだっていうのもできんの、無理ごめんください。あ、不法侵入。あなたが歌一郎さんですね。入学案内が遅れてしまい申し訳ありません。
もっと自己紹介がまだでしたね。グレープアカデミー校長クラベルと申します。校長先生自らいらっしゃったんです。アカデミーの不適合は全て私の責任ですので、こちら入学案内と校内施設の資料です。取り方雑。なんか今の顔ほらよって顔だったね。わざわざすみません。せっかくなのでぜひお茶でも飲んでいってください。いえいえ本当にお構いなく。なんか立ち方が斜めだ。歌一郎ママ校長先生と話があるから自分の部屋に戻って学校の準備してらっしゃい。学校の準備、なんか、あ、これ同じのが重なってんのか。バッグと帽子は必要よね。はい、さあさあどうぞ。それではお言葉に甘えて。うん、なんでポケモンってママがいるのにパパはいないんだよ。え、そういうもんなの。あ、まあダイヤモンド&パールとか、うん、うん、他のもそうなの。ブラックホワイトもなぜかいないんだよね。なぜかいない。なんだ、確かあダイヤモンド、あ、これは A ボタン、 A でいいのね。バッグと帽子を身につけようか。はい、はい、うん、かわいい。ああ、X ボタンでメインメニューが開きます。これね、はい、それまず A ボタン、メインメニューでレポートを選ぶとこれまでの冒険を記録できます。読まなくても大丈夫。バッグの中にある大切なものから探検、心を開くと冒険のヒントをもう一度確認することができます。ああ、 X ボタンを押して、 A ボタンまず押して、 A ボタンを X 押してレポート中。あれ、 X 押すと勝手にもう、あれで勝手にやるな。え、X 押すとさ、自動でレポートになるの。それ、うん、バック設定レポート、そのレポートってとこを押すとセーブができる、うん、これ今、うん、自動レポートしたから意味ない。ここまでの、うん、あ、まあこれが練習ね。うん、よかった。バックから、はい、あの傷薬とか、まあ手に入ったら、うん、あ、今はないのね。今はない、うん、で、B ボタンで戻って、はい、OK、はい、もう下行って、うん、下に行って、これなんかカメラは360度は見渡せないのか。いや、見渡せるんだけど今チュートリアルだからか。あら、準備バッチリ決まってるわね。うん、誰が見ても立派な我が校の生徒です。本当？あ、てかもっと私としたことが、一番大切なものを歌一郎さんに渡すのをうっかりしていました。ここではなんですので、お外へ参りましょうか。渡すもの、大切なものって何かしら。外へ出てみましょう。物って広いね。ん？うん、かな。新しい、新しいパパ。後で分かる。うん、あとへ物って、そっちじゃない、玄関正面、そっちじゃない。そっちじゃない。どっち。え、なんか通れないんだけど。こっちじゃ、いけない、あの闇です。え、そちらに広がるのは闇です。闇、うん、あ、そこは存在しない場所なんだ。そうそうそう。え、外に行ったらね、物ってひどいねって分かるよ。物ってひどい？物って言うなんて。そうなんだ。うん。あ、なんだ。なんで？うん。ポケモンたちを出てきてください。あ、ポケモンを。物って言ってた。うん、そうか。なんかめっちゃポケモン持ってない。あ。かわいい。入学する生徒にはポケモンを渡す決まりでして。うん、3匹の中からパートナーとなるポケモンを1匹選んでもらいます。クラベ、あ、クラベルか、草猫ポケモンのヤオハさん。クラベル。草猫ニャオハ、ハニャー、ハニャー、かわいい。このホニポケモンのホゲータさん。ホゲは、ホゲはこれ、ん、コガモポケモンのクワッスさん。クワプル、クワプル、
皆さんとても人懐っこくて私のそばを離れないんですよ。うん。で、これどれか選ばなきゃいけないの？うん。親、でも校長よりも歌一郎さんが気になるようです。洗濯を見守りたいですが、そろそろ次のお宅に向かわないと。そうか。あちらのお家にいますのでじっくり考えて決まったら伝えに。それではまた後ほど失礼いたします。置いていくな。とっても礼儀正しい校長先生だったね。そうか。みんな素敵だけど一匹選ばないといけないんだ。せっかくだしこの子たちと一緒に歩いて様子を見てみるのはどう？ポケモンのこといっぱいわかるかも。それとママから入学祝い。お出かけするな持ってきなさい。ん？何？スマホロトム。スマホだよ。スマホね。うん。ロトムって何なの？ポケモン。ポケモン。ポケモンなのこれ。そういうことではないの。ええよ。え？いいから。いいから。全然教えてくれない。わかんない歌も。大切なものポケットにしまった。ロトムというポケモンが入っている最新型のスマートフォン。まあ名前ね、ただのね。うん、なんかあれじゃない、なんか妖怪ウォッチみたいな感じもするけど、形が。うん、便利なアプリを起動できる。新しいスマホ説明書を読むわね。ん？説明書読むわねって何？あ、道に迷ったら Y ボタン。あ、いきなりさ、ゲーム感出してきたな。マップが見れて便利みたいよ。うん。マップが見れて、あ、大事に使ってね。いってらっしゃい。めっちゃ笑ってる。この人闇深いんだよな。そうなの。あの笑顔が怖かったし。あの家に行って。え？あの、あれ？この子たちなんかやんなくていいの？大丈夫。ほっとけばついてくる。ほっとけばついてくる。なんだ。え、これ走れんのこれ？走れる。え、走れないの？今はね。あ、てかして。何何？後で走れると思うんだけど。やっぱダメかい。うん。後々走れよなの。うん。誰だあの子？話しかけてみ。そしたら誰かわかるか。そうなんだ。ウェーバー君今走ったよ。Lスティックで走れる。ここは小さじタウン、ちょっぴり控えめ小さな町。え、なんで教えてくれんのそんなの。まあゲームだからか。うん、ずっと住んでたんじゃないのここに。科学の力ってすげえ。通信すれば友達と最大4人で一緒に冒険できるんだと。そうなんだ。うん、そうなんだよ。あそこの豪邸に行って。あれ急に走れるようになった。うん、なんか急に走れるようになった。豪邸、あれいないよ。かわいい。かわいい。すねよ。わかる。草猫って言ってた。うん、草猫。くしゃみじゃない？君がこの子たちのトレーナー？歌一郎さんはまだポケモンを選んでないんですよ。うん。どの子が初めてのポケモンになるのでしょうね。全部可愛い。え、どこで？これから選ぶの？これから選ぶ。キモさとか。キモさ。大体可愛いじゃん。こんにちは、はじめましてだよね。ずいぶんお早い到着ですね。ねえねえ、選ぶときにクラベルって背低いね。先生、もしかして今日からアカデミーに転入される歌一郎さんです。この子が背高すぎるのかな。やっぱりそうなんだ。向こうのお家のご近所さん。え、引っ越してきたばっかなの？うん。あ、そういうこと。
どんな、あ、そっか、だから段ボールがたくさんあったのか。うん。どんな子が引っ越してきたすか、すっごく気になってたんだ。私はネモ。普段は学校の寮にいるけど、ご近所同士仲良くしよう。いいえとして。え、なんで。いいえ。そんな、なんか関係悪くなっちゃうんじゃないの。大丈夫。うん。あれ、緊張してる。私、声大きかったかな。なんか、あ、大丈夫なんだ。ネモさんは我が校の生徒会長でチャンピオンランクの凄腕トレーナーなんですよ。うん。ポケモン勝負大好き。さあ早くやろう。怖い。怖い。ね、ハンターハンターで基礎かやん。ポケモンを選ぶときにこの人に話しかけてみて。面白いことになるから。そうなの？うん。同じクラスの仲間同士がゆっくりと交流を深めてくださいね。え、同級生なんだ。ポケモン勝負やり放題。怖い。怖い。あ、じゃ、歌一郎は転入生ってこと？うん。こと。新入生っていうか、みんなが新入生じゃないんだ。それでは歌一郎さん。ちょっとネモさんに話しかけてみてよ、ネモさん、ネモさん。あなたがパートナーにしたいポケモンは決まりましたか？ね、ネモさんにちょっと声かけてみて、うん、ネモさん。え、これ。ネモさん、ネモさん。これ？うん。こう。初めてのポケモンか、私もドキドキしてきたよ。自分がポケモンになりたいんだから。どうですで？御三家。どうかな。うん。何、どれがおすすめって言ってたっけ？まあクワッスがあの一貫性があって素早さが高くて良くて、あのホゲータがストーリー攻略には向いてる。ホゲータってどれ？これ。そいつ。これ可愛いやつ。クワッスってどれ？クワッスの鳥か。鳥スネオ。猫が可愛いけど猫はあんま良くないの？猫は最終進化系が強い。ああ、どうしよう。じゃあホゲータにするか。え？で、進化系見る。え、どうしようか。これがニャオハの最終進化系。うん。ニャオハだと進化してもキモくないけど。キモくない。これが列。うん。ホゲータとかクワスだとキモくなる。いや、キモいとか言わない方がいいよ。キモくなるけど、まあ強い。キモい。キモいというよりもね、これがホゲータの最終進化系。おお。で、これが、うん、メニブル。どうしようかな。まあホゲータがいいんじゃない。ストーリー重視にしようかな。え、ストーリーがやりやすくなるのこの子。うん、ストーリーを進めるに至ってはこの子にしとっか。ギギ。ホゲゲ。炎タイプのホゲータ、熱い火花を散らしてどんな草でも焦がしちゃう。炎タイプのホゲータさんでよろしいですか。はい。ホゲーニ。これ歌、これ引っかかんないで。これかわいい。歌かわいい。歌電子の上ホゲータに決めて。深丸に似てるよね。ホゲータにニックネームをつけますか。別にいいか、ホゲータで。うん。みんななんかつけてんの自分の。つけてない。つけるやつ。ああ、つけ、あ、これもいいよ。あ、間違えちゃった。あ、これでいいよ。オッケー。ん、うん、オッケーオッケー。重くないのかよ。なんかちょびひげみたいだね、これ。黒いのが。うん、どれ？え、この2つ、これ。ひげに見えない。見えないか。いや、鼻でしょ。鼻か。上田さんも歌一郎さんを気に入ったみたいですね。あ、これで多分ネモが似合うはず。大切に育ててください。ポケモンはモンスターボールという道具に入れるのですよ。うん。歌一郎、ホゲータを選ぶなんてさ、何？すっごく似合ってる。バランスもいいもんね。そうなんだ。そうなんだ。みんなどれ選んでも言うと思うよ。なんか、クラベル先生、私も一匹選んでいいですか？おや、ネモさんは入学時にポケモンをもらっていませんでしたか？はい、あの時は育てたいポケモンが別にいたので、今は歌一郎と一緒に新しい子を迎えたいです。怖い。え、なんと素敵な心がけですね。いいんだ。え、同じスタートラインから始めてみてください。やった。
はちなみに御三家全員持ってます。あ、そうなの？後からでも捕まえられるの？いや、通信交換です。通信交換っていうのがあるの？うん、やってみて、後で。太一郎がホゲータなら私はこの子で、よろしくね、にゃおは。はにゃお。さてと、ポケモンも決まったことだし、早速勝負しなくちゃ。大一郎の本体が、はい、うん、大一郎の本体、ワンちゃんいじめないで。下のビーチで待ってるから準備できたらすぐ来てね。ポケモン勝負するんだよ。そうなんだ。エモさんはポケモン勝負が大好きすぎますね。ポケモンとの絆を深めるためにもぜひお相手してみてください。エモのところ行って。投げても大丈夫。あの、そのこのびっくりマークがあるところに行くのね、うん、え、これ、あ、こっち中から行けんの？これ中からっていうか、こっちで行くの、うん、なんかあそこ、バトルコースに、あそこ、あそこ、そこ、あ、これね、ネモさんが立ってるじゃん。うん、おい、こっちだよ。おい、来たぜ来たぜ。ポケモンと一緒にいれば誰もがポケモントレーナー、私たちポケモントレーナーはポケモン戦わせて強くするんだよ。大一郎、勝負の準備はいい？はい。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 やった。待ってました。今回の私のポケモンは、うん、ネモさん。さん。大一郎さんは初めての、初めての。びっくりマーク入るとこ変だね。ポケモン勝負ですからね。あはは、うっかりいつものポケモン繰り出しちゃうところでした。それならさっきのこのデビュー戦だ。あ、スタイバーション。大丈夫、ネモさん弱いから。そうなの？うん、歌一郎、実りある勝負をしよう。ポケモントレーナーのネモが勝負を仕掛けてきた。ニャオハさん、ユケホゲータ、初めてのポケモン勝負楽しんでほしいな。戦う、戦うで、うん、ヒノコがいいの、うん、あ、相手草だから、うん、多分スペースが高いのか。ヒノコ、お、効果は抜群。炎は草に強い。そうそう、予習はバッチリだね。知らねえよ。相手のニャオハはやけどおった。かわいそう、かわいそう。はい、ね、それで火の粉に行っちゃいな。火の粉に行っちゃいな。効果抜群。相手のニャオハは倒れた。いきなりレベル6なの。君やるね。300円。300円。初めての勝負で勝っちゃうなんて思っていた以上にすごい、ね、思ったんだけどさ、ポケモン勝負って賭けなのかな。ああ、ね、お金くれるんだもんね。うん、絶対もっと強くなるよ。違う戦法も試したいし、もう一回勝負だって。もう一回やった方がいいこれ。あ、できないのかな。歌一郎さんもおゲータさんも疲れておいでですよ。あ、すいません、興奮しちゃってついつい。ごめんね、歌一郎、おゲータ。いいえ。ん、気にしてない。あ、くそ。え、えひげ、ありがとう歌一郎。さっき出会ったばかりなのにもう仲良しさんですね。チャンピオンとしていろいろ教えてあげてください。チャンピオンすごいね。はい、そうだ、歌一郎、ポケモン始めたばっかりってことはあのアプリ入れなきゃね。スマホは持ってる、ちょっといじらせてね。俺のロトマン。ポケモン図鑑が開けるようになった。ポケモンを捕まえたりすると、うん、ポケモン図鑑が埋まっていくの。なるほど。自分が捕まえたポケモンが自動で登録される。ポケモントレーナーなら要チェック。
担任のジニア先生が作ったすごいアプリだった。私の時代は図鑑といえばノートに手書きでしたから、本当に頼もしい世の中です。図鑑を手書きって大変すぎ、想像もできないですよ。夫婦そうでしょうね。しかし時代は変われど、ポケモンと出会う素晴らしさはいつの世でも色褪せません。出会いの数だけあなたたちに大きな成長をもたらすでしょう。図鑑完成を目指してぜひ頑張ってくださいね。すごい顔してた。ムフって顔してた。ムー。私はネモさんのご家族とお話がありますので、ネモさんには太一郎さんアカデミーまでご案内してくださると助かるのですが、もちろん任せてください。頼りにしていますよ。それではあなたは私と参りましょうか。プルップルッ。勝負だけじゃなくて図鑑ももうちょっと頑張ろうかな。図鑑といえば太一郎ってまだ野生のポケモン捕まえたことないよね。学校行く前に教えてあげる。私についてきて。早いんだよね。え、もういない。ポケモン図鑑アプリの開き方、マイナスボタンを押すとスマホロトムのポケモン図鑑アプリを開けますと。うん、OK、マイナスこれ、うん、そういうこと。うん、ポケモンは戦ったり捕まえたりすることで図鑑アプリにポケモンの本が増えていきます。捕まえたポケモン本の表紙が描かれます。本の背表紙が並ぶ画面で X ボタンを押すと捕まえた数でもらえる報酬が確認できます。あ、プラスボタンを押すと登録されたポケモンの生息地、そうなんだ。はーい、ゲート。プラスボタン、うん、それ、歌プラスボタンやると報酬もらえるって知らなかった、うん、そうなんだ。よし、ネモについて。あれ、なんかすごいこんな歩き方になっちゃったけど、ね、Bボタン押すとそういう歩き方。あ、 B になるとこうなんだ。うん、うん、走ってけ。あ、これね、地図見てね、うん、うん、地図見て行くと便利だよ。ね、こっち、こっちじゃない、そっちじゃない。じゃあ、地図見てない。真っ直ぐ、真っ直ぐ。こっちか。あら、太一郎、ネモちゃんと一緒に投稿するんだってね。太一郎のことは私に任せてください。早速お友達ができたのね。学校のパンフレット読んだけど素敵な先生が勢ぞろい。役立つ施設も使い放題だって。ネモちゃんもいるし学園ライフ楽しくなりそう。今日から学校で寮生活だからしっかりご飯食べるのよ。これお小遣いとお弁当を大事に使ってちょうだい。太一郎はサンドイッチを手に入れた。大切なものポケットにしまった。ピクニックで食べるのに最適。あとそうだ、これも持っていきなさい。傷薬5個手に入れた。回復ポケットにしまった。うん、大事なパートナーが傷ついたら使ってあげて。これからお家を離れて初めて尽くしの毎日が始まるわ。楽しいことも大変なこともいっぱい経験してらっしゃい。でもいつだって帰ってきてね。お休みしてもいいんだからね。それじゃあ二人とも気をつけていってらっしゃい。うむ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 。足早いよね。うん、太一郎のお母様、優しくていいね。ん？ポケモン捕まえる、教えてあげるんだった。そうなの？うん。足早っ。こっちこっち。あれ？あれ？動けない。あ、行っちゃった。ん？あれ？ポケモン捕まえるの？ネモについて行こう。ネモさんがいるからさ。うん、小さじの小道。
小さじのコミチン。歌一郎、ここから小さじのコミチ。豚だ。私たちの冒険が始まる道。町と違って道や草むらには野生のポケモンがいるんだ。近づくと戦うことになるけど、ホゲータと一緒なら大丈夫だね。そしてポケモンを捕まえるのに使うのがおなじみモンスターボールなの。いっぱい持ってるから分けてあげるね。あざーす。あざーす。歌一郎はモンスターボールを5個手に入れた。5個。歌一郎はモンスターボールをボールポケットにしまった。うん、野生のポケモンに投げて捕まえるためのボール、カプセル式。ブヒ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 。あ、ちょうどいいところに。習うより慣れちゃえ。歌一郎と戦ってみて。これモンスターボール1回だけだけで捕まえる、やった気がするけど。野生のポケモンと戦ってる X ボタンはそもそも、うん、うん、うまく捕まえられないときポケモンにダメージを与えてからモンスターボールを投げると捕まえやすくなる。あ、で、あ、戦っていいの？ちょっとやめといた方がいい。そうなの？殺しちゃうかもしれないから。あ、そうなんだ。じゃあこれ、うん、うん、X ボタン、あ、X かタンでボール、うん、A、 間違えた。X で A ね。あ、うん、うん、ででん、お、グルトンを捕まえたぞ。美味しいのかな。あれ、捕まえたらホゲータもレベル上がるんだ。うん、登録完了。えりすぐりの餌しか食べない。体から虫ポケモンが嫌うハーブのような香りを放つ。どうなんだ。いいえ。少なくていいじゃん。グルトンを手持ちに加えました。よし。これ、セーブしたら早すぎ？早すぎ。まだ。うん、わ、すごいすごい。まさかの一発成功。私捕まえるの下手っぴだから歌一郎に教えてもらおうかな。捕獲は失敗することもあるからもうちょっと持ってた方がいいかも。モンスターボールまたくれた。10個くれた。ボールポケットにしまった。ポケモンを弱らせて投げる、しっかり覚えておいてね。それじゃあ野生のポケモン相手したり捕まえながらあの灯台を目指そうか。上から私たちの学校見えるんだ。あと捕まえながら行くといい、うん、草むらや洞窟などにいるポケモン、野生のポケモン、野生のポケモンに触れると戦闘が始まる。 ZR っていうのはどれだっけ。あ、これか、うん、ZR を押してポケモン抜けることでも、うん、きれいに空を飛んでいるポケモンに、うん、あ、そうなんだ。はい、グルトンの毛。毛って何？毛だよ。あの灯台を目指しながらポケモンを、あのその辺に落ちてるポケモンボールあるじゃん。どれどれ。あれ、あ、これ？あれを A ボタンで通るとなんかもらえるの。あ、そうなんだ。傷薬とか。あ、なんかアイテムが落ちてんだ。うん。なぜか。うん。傷薬。羽根っこ捕まえてみ。あ、あれ？羽根っこ。これ羽根っこか。うん。なんで？かわいいよね。これいきなり X でいけるかな。うん、いけるいける。さっきの3代目のさ、グルトン捕まえられたじゃん。うん、ぴょん、羽根っこを捕まえたぞ。持ってる子は全部レベルが上がるのか。いいよ。登録完了。7匹捕まえると、うん、あのボックスに、うん、行くから、あの1匹が 7匹捕まえて8匹ぐらい捕まえちゃうと1人あのボックスに送らなきゃいけなくなる、うん、
あ、その同じ種類の子ってこと？うん？ん？違うの？あの同じ種類、ね。あ、種類関係なく？種類関係なく、うん、あの7匹捕まえた後、毒消し。あの1匹捕まえちゃったら、うん、なんかどれか1匹を出さなきゃいけない。それか捕まえた子を出す。7匹しか持っておけないってこと？うん、そういうこと。後で出せるけどね。元気のコケラ。瀕死になったポケモン。これポケモンはどんどん捕まえた方がいいのこれ？そうでもないの。後で捕まえられるから。今の何？あ、パモだパモ。これ？うん。捕まえた方がいい？多分。パモ。パモ。多分パモ。あ、パモだ。コキちゃんが泣いてる。うん。パモを捕まえたぞ。パパ宮についてる。ほんと？こっち？ん？どこ？こっち。おでき。あ、取れた取れた。いいえ。いい。手の肉球が放電器官。電気なんだ。シャキーン。シャキーン。んで。あそこの展望台も。あ、待って、あの。はい、アイテム。今そんなポケモン捕まえなくていいの？まあ後で捕まえられるけど今捕まえなくても大丈夫。そっか、これも新しい子。うん、まあいい。まあいいよ、後で捕まえられるし。あれ、これなんか止まっちゃったよ。止まっちゃった。大一郎、ポケモンの捕獲は順調かね？かねって。どれどれ、歌一郎が捕まえたポケモンの数は？グギャオ。何今の。おお、知らない鳴き声。強いポケモンいたりして。歌一郎、声の出所を探してみよう。この辺危ない洞窟もあるからそこには行かないように。スマホロトムの安全機能があるけど崖には気をつけてね。待ってね。車輪。あそこ、あっち？あっちってこと？うん。よかった。どういうこと？これは。ミライドンだ。ミライドン、メカみたいな。未来ポケモンだもん。くる、未来から来たってこと？そういうこと。そうなの。あのタイムマシンがあるってこと？パルデアの大穴って、パルデアの大穴っていうやつが、あん中に未来ポケモンがいる。あぎゃー。あー、うお、え、怒った？どう、え、スマホドトムすごい。え、スマホそんな機能あんの？すごいじゃん。さっきネモが言ってたじゃん。そっか、キャインキャイン。ネモの話全然聞いてなかった。大丈夫か？おめえ大丈夫か？グー、中ついてる。謎のポケモンは力なく倒れている。元気になるものをあげようか。なんだろう、サンドイッチ？うん、多分サンドイッチ。じゃああげよう。選ぶ。どうぞどうぞ。アギア。アギア、嫌な顔してる。これ先に食べてたらどうなる？僕
ガツ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 、こんな機械みたいな体だけどポケモンだよ。アギアース、アギアース、物は食べるんだね。アギアース。あ、何これ、未来の本来の姿、本来の姿、サンドイッチで元気が出たってこと？多分。相手のところ行って。うん。あそこはないな。動けない。動けない。うん、未来の待ってくれて、待てる入り江のほら穴、あれ走れなくなったよ。未来のが先に行かないと走れないの、うん、なるほど、なぜかそういうのがある、うん、あそこにボードある、あ OK、 おいよ太一郎、うん、声でか、いた、歌一郎大丈夫、怪我してない、大丈夫、うん、よかった、本当に心配した。私が声の出どころ探そうとか言い出したから、うん、今はとにかくこの状況を解決しないと、どうにか上まで登ってきて近くに来てくれたらポケモンの技で引っ張り上げるから、こっちはいろいろ忙しいんです。タイチロのこと、ん？あ、危な。楽しい。ん？ああ。私のポケモンと同じ、なんかね、もうずっと喋ってんだけど。いい。あれ、取れない。モンスターボール。モンスターボール。モンスターストライク？あれ、その辺もさ、ポケモン捕まえられるよ。捕まえてもいいの？うん、いいよ。えい。これなんてやつだ？わかんない。うん。ヤングース。ヤングース。えい。捕まえだ。めっちゃ強いこともあるの？その辺にいる子。ん？すごい強いこともある。強い時もあるけど、僕のは強くない。うん、なんだ。ヤングースの毛。ヤングースの毛。ヤンキー。ヤンキー。ヤンキーの毛。いいよ。手持ちに加えました。うん。ヤンキーを手持ちに加えました。ヤンキー。お待たせしましたっす。これは何だっけ？ディグダか。うん、ディグダ。なんで知ってんの？え？なんかポケモン GO やってたことあるから。えい。えい。ニティリー。ニティリー。猫を新しく、うん、OK、リグダのデート No No リ
と、いきなり189とか。ボールあり、ボールか何か。ちょっと未来のがいて感じた。ん？あ、これまたちょっとイベントがあるのか。なんでこんな戦いを挑んでんのこれ。あれ違うのか。参りましたって。そう。あれ、あれなんかあったよね、あれ、うん、ここ あったどう、暴れん坊の元気の力、元気の影だ。あれなんか変な感じになってた。元気のかけらか。すごい危ないよ。あれ早く動いて。進まん。岩が壊れちゃった。すごい破壊力。なんて技なんだろう。うん、太一郎気をつけて、何か来てるよ。後ろ後ろ。なんかボスみたいな。ルガー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 。レベル40じゃん。これ戦ってもいいのこれ。うん、戦う、戦った方がいい。野菜の、あ、野菜じゃない野生のヘルは噛み砕く。ん、あれなんか今どうなった。あ、未来丼のデバイス。あ、花からあれか、叶わないのか。こいつなら叶うってことね。うん、仲間呼んでたよ。すげえいる。ポケモンってさ、人間多そうなの。知らない。多い。こっち急いで。うん。イエイ。イエイ。ん？あれ、どうなってんのこれ。上の音がうるさいです。ちょっとうるさい。何？すっごい身のこなし、危機一髪だったね。どうした？ちょっと音見に行ってくる。うん、一人でやってて。ちょっと、もうぼちぼち一回切りたいんだけど。あれ、うわ、大丈夫。力を使い果たして疲れちゃったのかな。なんだろうこのポケモン。元トカゲってポケモンに似てるけど、こんな姿見たことない。いきなり形が変わったけど大丈夫なのかな。どうだろう。歌一郎にもわからないんだ。っていうか本当無事でよかった。そういえばさっきの戦いすごかった。ヘルガー相手に謎ポケモンと息ぴったりじゃん。え、この子に指示出してなかったの？まだ歌一郎のポケモンになったわけじゃないんだ。あ、よかった。ちょっと元気出たみたい。さっきの謎の声、正体はこの子だったのかな？ギャオス。く、見れば見るほど不思議なポケモンだね。歌一郎のポケモンになったら絶対勝負させてね。もしもの時のために連絡先交換しとこう。お、
強いポケモンと戦うための技を覚えさせる道具もあげとくよ。技マシーン03にスピードスターを手に入れた。歌一郎は技マシーン03にを技マシーンポケットにしまった。星型の光を発射して相手を攻撃する。攻撃を必ず命中する。技マシーンは一回使うとなくなっちゃうから注意してね。大変な目にあったしちょっと休憩。灯台に登って一休み。今日はこれで終わろうと思います。はい、じゃあまあぼちぼちやっていきたいと思います。失礼します。